デリシャス人生案内、今日はどんなご相談でしょうか。もしもし。もしもし。お名前は。はい、ラムです。ラムちゃんですね。はい、ラムちゃんお願いします。どんなご相談でしょうか。はい、息子のことなんですけれども、うん、一人息子なんですね。はい、もう20、おそらく27か8かどっちかなんですけど、分かんなくなってしまって。はい、27か8、OK。あ、その辺です。はい。で、まあ私がちょっと待って、ちなみに誕生日を覚えてますよね、息子さんの。誕生日覚えてます。あ、よかったです。安心しました。大丈夫です。はい、どうぞ続けてください。はい、すいません、失礼します。私が3歳の時にですね、ちょっとまあ離婚しまして、はい、それからちょっと私の仕事の関係で、その息子をちょっと小学校5年生ぐらいまで実家に預けて、私はちょっと東京でお仕事をしていたんですね。ですからすごい寂しい思いさせてしまったなっていうのが、私の中で、まあ、罪悪感はいけないって思っていながらも、きっとどこかにあるのかななんて思いながら、で、まあ、私が再婚しまして、小学校6年の時にまた一緒に暮らし始めたんですが、はい、でそれは、まあ、小学校だったらよかったんですけれども、まあ、その主人が、私の主人がその3年後に亡くなってしまって、まあ、その時に彼が言った言葉が、もう自分の人生を振り回さないでくれと。おうん、それで、本当はその自分は、なんていうの、ちゃんとお父さんとお母さんがいる普通の家庭に生まれたかったんだって言われたんですね。うんうんうん、なんかすごくその時ショックで、その言葉が今もすごくその音声、息子ちっちゃかったんですけど、まだ、でも中学生、その声が今でも残っていて、はい、なんかいろいろ心理学とかいろいろ勉強したんですけれども、なんか頭では理解をしてるんですけど、なかなかその子供に対しても、うん、そのなんだろう、子離れというかしたいんですけど、なかなか子離れ、はい、今そういう状況があって、なんかそのうちの息子の、私が最大に心配しているのが、はい、なんかこのコミュニケーションがよくできないんですよ。ええ、なのでその極端にその 人と接するのが怖いのかな。コミュニケーションがよくできないっていうのは、例えばなんか日常でそういうシーンをご覧になったことがあるんですか。あ、そうなんですよね。やっぱそのお友達がいない感じがするんですよ。感じがする。じゃあそれは、はい、いないかどうかは分かんないってことですね。いないかどうかはちょっとそこは聞いても教えてくれないので。教えてくれないんですか。あ、そうですか。だから私ともそのあまり仲はいいんですけれども、そのあまりその喋ってくれないんですよね。はい、それ仲がいいっていうのかな。なんかこう一緒にいて、旅行とか一緒にいて仲良しなんですけれども、喧嘩とかはしないってことですか。そう、喧嘩しない。そう、でもこうどっかに行って穏やかにいるのは、いい感じなんですけど、こちらが質問することに対してこうなんかこう殻に閉じ込まるっていうか。ああ、じゃああんまり会話できない感じが続いてるんですかね。そうなんです。でも一応その仕事も行ってはいるんですよ。まあ、休まずに行ってるし。そうなんですね。はい。ただそのどうしてもその就職ができなくて、はい、アルバイトみたいな形なんですけれども、はい、でいろいろ私進めるんですよ。あ、こういうのがね、ちっちゃい頃得意だったから勉強したらとか、はい、心理学の学校行ったらとか言うんですけど、でもそれ息子さんが好きかどうかは分かんないってことですか。分かんないんですけど、ついつい心配で。なるほどね。お母さんとしてはもうアドバイスせざるを得ないと。いろいろなんか言うんですけど、なんかもう極端にやる気がないというか、やる気がない、そう、人生にやる気がないっていうか、口癖がなんか感情を失った男だとか言うんですよ、自分のこと。ほう、詩人ですね。僕は感情を失った男だ。はい、そうなんですよ。でも親としてはやっぱりその、はい、たくさんのね、人との関わりの中でいろんな感情を経験して、なんかこう豊かになってほしいなっていうのがあるんですが、でも息子さんはね、その人生である意味いろんな感情は経験されてきてますよね。そうですよね。ね、でもなんか心配で心配で、私死んだらどうするんだろうみたいな。ああ、
確かに子離れしてない感じしますね。私が死んだらどうなるんだろうって。ちゃんと一応、毎日お仕事もされてる息子さんのことが心配で仕方がないわけですね。はい、はあ、どうなりたいですかラムちゃんは。私はですね、気にしなくなりたいんですよ。息子のことをもう30にもなるので、うんうん、独立してやってもらいたいと。はい、はい、なるほど。で、だけど私もその子離れをしたいと、はい、頭では分かってるんですけれども、はい、なかなかいろいろ勉強したんですけど、なかなかそこが覚悟なんですかね。まずやっぱりその息子さんが今のような状況であるのは自分のせいだっていう罪悪感がすごく大きい感じがしますね。そう、やっぱりそうなんですかね。だってその普通の家庭に生まれたかったって中学生の時に言われたお子さんの声が未だにこう頭の中で響いてるわけですよね。はい、うん、まあただですね、同じような状況で育った例えば男の子が他にいたとして、はい、全く息子さんのような状態になるか、同じようになるかっていうと必ずしもそうとは限らないと思いませんか。思います。ですよね、はい、例えば離婚された、ね、うん、親が離婚したとか、あるいは早くにお父さんとかお母さんが亡くなったとか、そういう家庭に育ってる子供もいっぱいいるじゃないですか、はい、だからといって必ずしもその息子さんの今の状態のようになるとは限らないですよね。ね、はい、ということは息子さんの選択ですよね、それは。うん、うん、はい、その状況をどう受け取るか分かんないけど、例えば、うんうん、息子さん自身がです。あ、息子さん、あ、息子が、はい、そうそうそう。だって息子さん自身がね、中学3年生で、はい、その、まあ、再婚されたお父さん亡くなったってことですけど、はい、その時にこれはもう僕が支えるしかないと、お母さん寂しいでしょ、僕頑張るよって、例えばそういうお子さんもいる可能性はありますよね。ありますね。ね、羨ましい。羨ましい。だから息子さんは息子さんの選択で、うん、自分の人生を生きてると思いませんか。うーん、はい、そう思えない感じですね。思います思います。だって同じ出来事が起こったとしても必ずしもそうなるとは限らないわけだから、そこは息子さんが選択してるわけですよ。はい、だけどお母さんが何とかできると思ってるんです今。え、そうなんですかね。そうですよね。そうだ。そうですよね。だ、自分が何とかできると思ってるから何とかしようと思ってるわけじゃないですか。あ、そうか、その意識全然なかったです。ね、なんとかだってな、どうにもならないと思ったら何とかしようとしなくないですか。そうです。要するに私が息子を変えられると思ってるんですよ。そんな私傲慢な親だったんですね。やった、おめでとうございます。気づきました。自分がこんな謙虚な人間だと思って傲慢だ。大丈夫、みんなそう思ってるから。だ、でもだから子離れできないんですよ。だって私が変えられると思ってるから子供を変えよう変えよう変えようとするわけじゃないですか。いや、その変えようっていうのは 人と過去は変えられないみたいなのはすごい分かってる気が、うん、知識ではね。知識ではね、いろんなこと勉強されたんですよね、心理学ね。そんな意識したこともなかったです。そう、頭で知ってることができてるとは限らないんだな、これが。というわけで、まあ、まずはですね、息子さんは息子さんの人生を自分の選択で歩んでいるんだから、はい、息子を信頼しようと、はい、私ができることは見守ることだけだと。うわ、それが一番大事なこと、全然できてなかった気がします。知ってたでしょ、知ってたでしょ、知識としては知ってたんですけど。でしょ、うん、だから息子、なんでできてないんだろう。そう、変えられると思ってるからですよ。でも実際変えられなかったでしょ。いや、全然変わらないですよ。でしょ、だからもう諦めましょう。頑固なやつな。なんかこんなやる気がないのに気持ちだけは頑固なんだなと思って。まあそれはお母さんに似てる可能性もありますけどね。あ、いやいやいや、どうですかね。まあなので息子さんの人生を信頼して、お母さんはお母さんの人生に集中したらどうですか。はい。なんで急に声ちっちゃくなりましたけど。だってなんか今、あ、なんか意外なところを突かれたので、うん、
だってさ、あの息子さんにあれでしょ、どういうふうにおっしゃってくださるのかなと思って、なんとなく想像してたことと今全然違うんですよ。違いました。だって息子さんにね、いろんな経験して、いろんな感情を経験して、人生を豊かに生きてほしいんでしょ。そうなんですよ、ね、で大体ですね、親が息子とか子供に望むことっていうのは、大体自分ができなかったことを代わりにやらせたいと思うんですよ。そうでしょ。それも知識として知ってました。はい、聞いてましたね、何度もどっかで。なのでまずはラムちゃんがその人生を生きてください。はい、でお母さんが生き生きして、あなたはあなたの人生を生きなさいって言ってたら、息子さん変わる可能性あると思いますね。なるほど、はい、OK、 なんか、うん、なんかでき、それをなんとなく今日やってみます。お、いいですね、今から。うん、そうそう、いいね、明日からとかじゃなくて今からっていう感じ、いいですね。そう、今から意識を、うん、ちょっとやってみます。 OK、good。 それではですね、ちょっとやってみたら、ダラダラしちゃってすいませんでした、意外な自分の、なんか息子のことより自分の発見にちょっとびっくりしました。ぜひちょっとトライしてみて、はい、なんかどんな変化があったか、また番組に教えてください。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。デリシャス人生案内、西戸明子です。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。番組では皆さんからのご相談をお待ちしています。ぜひデリシャス人生案内と検索してみてくださいね。ホームページでお寄せください。お待ちしています。そしてこういう自分を理解する、人間を理解する、もっと幸せに生きるということをより深く学んでみたいという方、西戸明子学校で一緒に学びませんか。こちらもホームページぜひご覧ください。西戸明子学校、西戸明子はカタカナです。で検索してみてくださいね。